お疲れ様です。お忙しい中毎日動画の方を送っていただきましてありがとうございますあの吉田さんの話なんですけどもここね23週間ほどあの全くこうやり取りがなくってですねいつものようにその奥万町で合宿のやり取りがあるわけじゃないですかあれが全然なくってだいぶね前から体を悪くされていたようなんですよねで今結構復活してきて動画が昨日送られてきたんですけどもまあ 元通り元気なお姿だったですけどもねまあ、吉田さんは生まれつきちょっと難しい病気があったりとか手術があったりとかいろいろと肉体的なハンデを背負っていらっしゃる中でまあ、かなりでも強い精神力を持たれているのかなとかね前向きな精神とかを養ってきたのかなと思いますまあ、こういうふうにですね人は、うん、精神の健康と肉体の健康と両方兼ね備えているのがね最もよろしいわけですけども うん、やっぱり肉体の健康なりね精神の健康っていうのは時に崩すことがありますからね、まあ、特に精神の健康を壊す事例がここ昨今かなり増えてきたのかなと思います、まあ、例えば40代とか50代でももうね、あのー、社会に出ていろんな挫折を味わってもう世の中に出るのは嫌になっちゃって、えー、引きこもりになっちゃったとかねでもう20年ぐらい自分の部屋から出てないよっていう人もいらっしゃったりとかねそれが今40 7040問題とかね8050問題みたいなことになっちゃってて私も同じ年代を生きるものとしてすすすごく深く深ね背中合わわせだなと思って実感するわけですよ私は本当たまたまいろんな機会に救われて今日このようにしてますけどもそのたまたまが一つもなければね私も当然今日みたいな人生送ってませんし。 自分の家族にも多分出会えてないと思いますし、こうやってナミさん、吉谷さんとやり取りするような、えー、インターネットのスキルもないと思うんですよ。まあインターネットのスキルってのはどういうことかというと、自分の暮らしをね、このインターネットってものを使うことによって支えてるってことですよね。インターネットの利用者ってのは、まあほとんど今生きてる人は皆使ってると思いますけども、じゃあそれによって生活支えてますかとかね、生活の過程を得てますかって言ったらほとんどいないと思うんですよ。いたとしても本当に短期間でね、終わってしまったりとか。 うんまあ、吉谷さんとか奈美さんとかそれから小野里さんとかね、えー、そういった皆さんと、まあ、比べてしまうと恐縮なんですけども私も曲がりなりに10年以上これでやってますからね、うん、やっぱそう考えるとサラリーマンというものがなじまずにそこを出てしまってね、まあ、その一部上場企業だったんで今思えばそこにいてもよかったのかなと思いますけどもそこを離れて暗中模索の30代を過ごして40になって。 インターネットというものが自分を救ってくれたなって思うときに、うん、やっぱね健康であることなのかなと思いますよねすごく大事なのはただその健康も残念ながらこの50を過ぎるとだん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 ね少しずつこう傷ついていいててくのかなっていうところはありますねまあ江戸時代と比べてもしょうがないんですけども江戸時代はだいたい平均寿命が40代ぐらい昭和20年代まで日本人の平均寿命って40代だったわけですよ そうなってくると50代っていうのはほとんどの方が経験しない全然水戸の年代なんでそこで何が待っているかってことはね本当ここ560年のことでしか測っていけないのかなっていうふうには思いますね、うん、まあそういうふうな生命の奇跡を感じながらの今日一日でございましたそれでは失礼します。さんお疲れ様です